Set. Podcasts. 時刻まもなく午前11時12分になります。お待たせいたしました。火曜特集です。月の3週目、インアウト。ローカルメディア、インアウト編集長、安倍晃平さんとお届けします。安倍さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。安倍さんの装いもすっかりとこう寒い季節の仕様になりましたね,ね。今日も雪降ってましたね。いや、本当ですね。うどうですかもう函館で過ごす冬は 3回4回4回目ですねもう寒さ平気ですかもうそうですねもともとこっちの人間ですし、はい、でもなんかすごい奇遇なことに奇遇というかあの毎年なぜか初雪を体験するのは、うん、道東とか道北にいて <laughs> あの今年もですね <laughs>、はい、えっと環境省さんのお仕事で、えー、と大雪山国立公園に行ってたんですけどもそこに行ってた時が あの今年の初雪体験でしたあそうですか、はい、なかなか函館の初雪体験になります、ね、まあちょっと遅いですからねやっぱこっちの方がね,確かにねそうですよね、うん えー、さあそんな安倍さんですけれども先月はですねこの時間は函館港町芸術祭の話題ということで、はい、え実行委員会の蒲生さん、早野さんもねご一緒くださったんですけれども、はいえー、16日土曜日まででこの函館港町芸術祭プログラム終了ということになりましたけれども、はい、すごいなんか充実したイベントでしたね。<laughs> ありがとうございいいましたたた本当ににくさんの方に来ていただいてだ あのまあ、去年までアーティスト・イン・レジデンスというプロジェクトでやってたものに今年はあのマルシェをプラスしてそうやっていろんな、ね、あの飲食とか服とかそういうのを作ってる人たちもまあ作家の人たちだなという認識の上であのいろんな、えー、と今回は台湾の方も来てくださって国内外、はい、いろんな場所からあの出店者の方が来ていただいてでそういうマルシェをやるっていうのと。 であとは、まあ、去年までと同じようにアーティスト・イン・レジデンスということで、あのー、アーティストの方が箱当てに滞在してくださってそこで得たインスピレーションをもとに作品を作っていただくということを本柱でやらせていただいて盛りだくさんの1週間でしたまずマルシェは、ね、9日10日の土日で開催されましたが、まあ、いいお天気で、ね、気持ちよかったですね。本当 <laughs> なんか秋晴れという感じの天気で,で、うん、あの会場が えと第三坂にある第三坂ビルジングと、あとはそこのちょっと登った先に最近できた、さとりお院というあの新しい宿泊施設を舞台にあのやらせていただいたんですけども、ちょうどね、あそこ、七かまども綺麗にね、色付、はい、いてて、気持ちいい晴れ、秋晴れの空で。 あのー、最高の2日間にななったなと思いいますはい、私もね、はい、あの台湾屋台の中華バーガー食べて、はい、あったかかったのでなんか外でビールまで飲んでしまいましたけれども <laughs> ね,<え>もねありがとうございます。満喫させていただきました、はい、さらにその後というか、まあ、ちょうどそのマルシェの頃に今年の滞在アーティストの方、うん、お二方、はい、フォトグラファーの浅野里奈さんとミュージシャンのビデオテープあ、えー、と演奏と、ね、音楽手掛けられるビデオテープミュージックさんとお二人がいらっしゃって、うんはい、安倍さんも割とご一緒される時間長 ううことですかねそうですね、あの一緒に例年、あのアーティスト・イン・レジデンスの時は、町案内ということで、一緒に町を歩いたりとか、あと夜ね、一緒にご飯食べたりっていうことをよくしているので、今年も同じように、あのこ,この函館・旧市街の辺りを一緒に回ったりだとか。 夜、あのー、一緒にご飯食べに行ったりとかっていう時間を過ごさせてもらってました。はい、はい、え、昨年、そして一昨年に関しては、アーティストの方が滞在中はもうね、函館インプット、インプットで。そうですね、もう毎晩飲み行ってましたもんね。そうですよね。<laughs> その後、ちょっと時間を置いて、はい、改めてこう作品を発表しに函館にいらっしゃるっていうプログラムだったんですが。うん、今回はもう、あの、滞在のこう、あの、最終日あたりに、浅野さんに関しては、写真展、うん、ビデオさんに関しては、ライブということで。はいうん、多分、お二人は滞在。 をこうインプットしながらもこうアウトプットの作業を同時進行でしていくっていう形だったと思うんですけれどもう、ねうん、どうですか去年までとまたちょっとこう滞在アーティストの方のスケジュールとか、うん、あの活動の様子って違ったりしましたかねそうですねやっぱり今まではあの本当に街を楽しんでもらうっていう時間を結構たっぷりとってたんですけども今回あアーティストさんのスケジュールのこともあってなかなかあのそういうふうにはできない中で。 短い中でも、あのー、皆さんあちこち八頭温泉行ったとか、うんあのー、どこのみ屋さん行ったとかそういう感じで街を楽しんでいただきながらも、あのー、今日はちょっと部屋にこもって制作しますみたいな感じで、あのー、本当に滞在しながら作品を作ってくださってすごいライブ感のあるものが。 あのアウトトプットを出ししていいいたたただなっていう感じでしたね、はい、いや作品仕上げながらあそこの喫茶店行きましたとか温泉行きましたっていう話を聞いて、ねうん、まあ随分とねあの街も楽しんでいただきながら作品作ってくださったんだなって思ってたんですけれども、はいうん、浅野さんはあの実はね写真はずっと撮ってらっしゃったけど、はい、この春までは会社員もされていてっていう,、うんうね、非常にフレッシュなねあの今回初個展ですっていうような、はい、あのフォトグラファーさんだったんですけど、うんはい、すごいなんかフレッシュっていうかみずみずしい方で そうですね、あのー、すごくきれいな写真を撮ってくださる方で、であのー、展示が16日の、えー、と日中から夕方にかけてやってたんですけども、まあ、函館で一緒に歩いた場所とかあの、彼女が1人であちこち行って撮った写真とか、16点ぐらい展示されてたんですけど、なんかやっぱ、ああやって、ふ、まあ、普段見てる景色なんですけど、函館なので。 だけどああやって改めて写真に撮ってみるとああんか綺麗な街に住んでるんだなっていう気持ちにすごいなりましたね。やっぱりこうなんか見る人の数だけこう、うん、切り取り方に違いがあるっていうか、うん、またこう,あのこうさらにね函館始めてきましたっていう方の視点、うん、で切り取られるってすごい新鮮だったりしますよね。そうですねあとすごい印象的だっったのはあのカメラを持って 写真はいあのやっぱりカメラに興味ある人たちがそこの場で作家さんも在をしていてあの函館と写真みたいなテーマについて語ってるような風景はすごくなんかあんまり今まであの自分が立ち会ったことのない風景だったんでん新鮮で。 あのー、僕自身も嬉しい気持ちで、あのー、眺めてましたね、はい、そして、えー、その日の夜にはシ、はい、デオテープミュージックさんほか、ねえー、出演のライブがロフトの方で開催されましてこちらはいかがでしたか<う> <laughs> 僕本本当当人生の,あの本当に トップ3に残るくらいすごくいい夜で<ー>いやもうすごかったんですよまずあのビデオテープミュージックさんはあの函館で収集した VHS をあのサンプリングして音楽と映像を作ってくださったんですけどもあの後藤健さんから借りた VHS はえっ、ー、とね確か1980年くらいの港祭りの映像が収まってる、うん、あのビデオテープでであの花電車が走っていたりとか ですごい花火が上がってるところで交通整理の人がすごい人数の人をさばいてたりとかあと僕知らないんですけどパチンコ十字街っていうのがあったっぽくて映っていて、うん、なんか記憶にあるようなすすごいねネオンのギラギラしたね、はい、今の十字街にあったらすごいなんか浮きそうな場所だなっと今だったらすごい違和感だと思いますけど <laughs>、はい、あったな子どもの頃<あ>記憶になんとなくありますねすはいはいそれが映ってたりとか。えー でその花火のポンポンポンと上がる音とか、うん、その交通整理の人がピー,ピーピーって吹いてる笛とかの音をサンプリングしながら、はい、あの曲と映像を作ってくれるっていうのを一つともう一つは、はいえっと、小田島水産からあ借りた VHS で1960年代くらいって言ってましたけど穴間、うん、海岸に、はい、あの吊り橋がかかっていた頃、あのー、家族連れの。 えー、みんなが皆さんが写っていてその橋を子どもたちがこう恐る恐る渡っていくみたいな姿が写ってるビデオをサンプリングして映像を作ってくださったんですけども、はい、あれもあの僕は実際に見たことない風景だったんですけど、まあ、いろんな人から自分の親とかもあのちっちゃい頃穴まで泳いでたっていう話を聞いてましたしなんか実際にああいう風に見れるっていうのは結構あの。 新鮮な気持ちで、はい、新しい函館の過去ですけど新しい函館の一面を見たなという気持ちになりましたね。うん、そうですね、うん、それももしかしてこういう機会がなければ掘り起こされることがなかったというか、うん、こう皆さんに見ていただく機会がなかったものかもしれませんね。ゲスストのの方もロボチューさんというあのスチャダラパーの、はい 3本目のマイクと呼ばれてる、あのー、ラッパーの方なんですけどもロボーさんも箱当てで初めてライブをしてくださってでそのイベント自体は2時くらいまで夜中2時くらいまでやってたんですけど、はい、次の日朝9時の飛行機に乗ってそのまま日比谷夜音でスチャダラパーのライブに出に行ったんですスチャダラパーすごいなんか大事なライブだったんですよね。が まあしばらくできなくなるっていう中で、はい、スチャダラパーがそこでドン最後やるっていう時の大事なライブでも絶対寝坊できないみたいな、うん、話をしていて <laughs> <laughs> はいそういうあのスペシャルなライブもありましたしあと「思い出やろう」A チームというバンドのボーカルの,あのマコイチさんという方が DJ で来てくださったんですけども、はい、あの最後わっとお客さんも盛り上がってる中でビデオテープさんが DJ ブースに入って。 でま誠、あ、一さんの曲をかけてあの楽しく暮らそうという「思い出やろうの」のすごいいい曲があるんですけど、はい、それをあれ1時くらいですかねみんなでも大合唱するというあ。ちょっと泣けるやつはいうですか、はい、ということでね今年の函館みなとまいくち芸術祭は華々しく幕を閉じましたけれども、うん、どうでしょうかこの芸術祭というのは来年以降も継続していって。 予定っっていうふうに思ってていいいううに思でしょうか、はい、もちろんそのつもりでいますし、はい、あの終わったそばから運営チームの人たちは来年はもっとこうしようとかああしようとか、うん、そういう話が <laughs> アイディアが出てきて熱量も高まってきているのであの今回いろんな方に協賛も いただいて、実現できたんですけども、来年以降も、そういう形で続けていけたらなというふうに思ってます。はい、名前を変えてね、あら、はい、新たにして、今年1回目の開催となりました。函館港町芸術祭、無事の終了というね、実、はい、はこのご報告でございました。形に,に来てくださって、ありがとうございました。で、あの、アーティストインレジデンスということで言いますと、昨年滞在をされました。あの、ペインターのとしきさんが、はい、あの、つい先ごろ、函館に絵を描きに来てくださって。うん、私ね、としきさんが、あの、十時。 の交差点ホテル屋さんドイツさんの壁のところに絵描きに行ってるところ中継に行ったんですけれども、はい、あれなんか見覚えのある方が応援に来てくださったんですけど阿部 <laughs> さん、来てくださいましたよねそうですねあのー、書いてるのは知っていて <laughs> でちょうどあのイルカ号の中継があるっていうことを連絡であのグループ LINE で連絡もらったんで <laughs> 見に行きますって言って。 あの初めて見ましたイルカ号の佐々木さんの中継をちゃんとあのアクティブに外でもね中継をしておりましてお疲れ様ですありがとうございますこちらこそお越しいただいてちゃんとあの記念写真には収まって一緒に収まっていただきましたのでぜひあのイルカのね X 坂遡って見ていただければなというふうに思いますたしきさんこのね十字街の交差点とあとあの市役所前店舗にあります箱ワークさんのお隣のね店舗のシャッターの方にもあの絵を書いていてくださいましたのでぜひ皆さん通りがかりの際には。 えー、じっくりご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい、さあそしてねこの函館港町芸術祭のちょうどアーティストの方が、うん、まさにあの私の番組にご出演を頂い,いて、ね、くださっていた時だと思うんですけれども、はい、函館ドックで進水式が行われてまして安倍さんいらしてましたよね <laughs>、はい,い言っててましたあの目撃情報が寄せらられです何年か前か前 浸水式の存在は知っていて、はい、まあ SNS とかで見たことあったんですけどあのー、公開されるのってきっと数年に1回みたいなベースで毎回ではないんですよねでかいつか見てみたいなって気持ちがずっとあってそしたらあの SNS でたまたまその12日のえっ、ー、と午前中だったかな、うん、<昼>11時ですね前くらいですよね、うんはい、にあるっていうのを見つけてあこれはいかねばと思ってあの初めて見てきましたいかがでした いやーなんかまず大きさにびっくりするっていうのと、うん、あとなんかすごい轟音を立てながら想像以上のスピードで海にボーっとこう走っていく姿にちょっとやっぱ圧倒されましたねうんあれあそこで作ってるのよねってねいうので僕実はあの会ったことはないんですけど母方のお父さんまあ僕のじいちゃんが、はい あのドックででで働いてたんすすよあそうですか、はいあのー、母が高校生くらいの時に亡くなってるので実際には会ったことはないんですけど、うん、な,のでなんとなくこうドックにはこうシンパシーというか、うん、そういうのを感じていてあもしかしたらあの会ったことはないけどじいちゃんもこういう景色を見てたのかなとか思いながら。うんうん あの感慨深い気持ちで、はい、浸水式、見学させてもらってました。はい、浸水式ねあの、次回がいつっていうのはね、はっきり分からないんだそうですけれども、うん、年明け、もしかして2月くらいにあるかも<お>かも、ね、ということですので、いや、あれ、本当になんか、こんなね、函館にこんな景色があるんだっていうのを、まあ、ドックの存在はもちろん知ってましたけど、はい、ああやって華々しく、くす玉が割れて、ね、テープがばーって出てきてっていう姿は、本当に、うん あのチャンスがあれば。 みんな見てもらいたいなって、自分も子供とか連れて見に行きたいなと思いましたし。はい、なんか話によると、昔はあのくす玉から鳩が出たっていう話を、えー。話、えー、それは知らない人もいて。<laughs> 誰かに聞いてみよう。はい、ちょっと、それちょっと見てみたいなと思います。<laughs> <に>すごいですよね。あのくす玉から。鳩え。とか出てくるって。えー、<laughs> いや、でも、ないとは言えない感じがする。ね。さあ、そんなね、函館の歴史をということになりますと、安倍さん函館検定受験されたって本当ですか。<laughs> <laughs> そうなんですよあのー、それこそ先月一緒に出演させていただいた、はい、あのタクマっていうステープルっていう会社で、はい、えと今函館休止街でポートサイドインっていうあの宿をやってる、あのー、タクマとあとベッキーっていう友達がいるんですけどそのさんねはい <laughs> その2人が、あのー、函館検定アンバサダーというのに今年就任しててですねそうですかはいでまあ僕も函館検定っていうものの存在は知ってたんですけど なんかあんまりこう積極的に受けようみたいなふうに思ってなかったんですけど彼らになんか誘われて受けましょうっていう感じで言われて、うん、であの受けることにして、あのー、テキストブックがあってですね、はい、それを 買っててて勉強してたんですすけど、うん、すごい面白くて、ま、ずそのテキストブックが、まあ、なんとなく知ってたその戊辰戦争の歴史とか函館、まあの町の成り立ちみたいなことをなんとなく知ってたことがすごく細かくなんか書かれているのでだんだんこう知識がディテール知識にディテールがなんか付け加えられていくみたいな感じでめちゃくちゃ面白くてでもう前の日とか徹夜して本読んであの受験しに行ったんですけど。はい 半分くらいしかわからないですね。それ初級ですか、上級ですか。初級です級、はい。難しかったですね。えー、確かに、でも、あの、テキストを読むと、はい、こう、街中で、いろいろ、普段目にしているものの。答え合わせができたりとか、より、こう、肉付けされるように、こう、分かったりとか、うん、時系列でわかったりと。と、うんね、そうですよね。函館のことを知るには、一番いい本だなと思いましたね。確かにね。いろんなジャンルが幅広く網羅されてるじゃないか。はい、歴史も自然も、観光も。 なんかそういうことが幅広く網羅されてるので逆に言うとやっぱテスト範囲めちゃくちゃ広いなと思って、うん、確かにそうなんですよ。<laughs> でどこのところって山かけようがないので,いそうですねちょっと一つ得意分野ここだけ一生懸命頑張ろうっていうわけにはいかないんですけどどうですかいろんなこう歴史があったり自然があったりってね賞、はい、があったと思うんですけれども、うん、ちょっとここあの好きだったなとかちょっとここ逆に苦手みたいなとかなんかやっぱ戊辰戦争のこととかなんとなくしてたんですけど。 なんか土方の隊がどうなったとかどこでなんか戦って、うん、どこであの進軍できてどこで撤退してみたいな話とか全然知らないか、はい、知識としては持ってなかったのでそのあたりがあの勉強できたのもすごい良かったしそれこそ函館ロープウェイの,、ね、あの乗車人数とかも125人でしたっけはい、はい、それくらいです <laughs> そういうの知らなかったので勉強になりました。はいはい 五人かなあそこに書いてるのが <laughs> あります。<laughs> うん大丈夫です、はい、それくらいです。三、はい、<laughs> 分で着きます。はい、はい、ねそうなんですよ案外なんか当たり前に感じてるんだけれどもいざじゃあどうなのって聞かれると答えられないとかわからないことが結構、うんね、この街にはあるんですが面白いですうそれを、ね、勉強するとすごい面白いなと思って、はい、で終わった瞬間まあできなかったなと思いながら一緒にあの。 アコバル不動産のガモンも一緒に受けたんですけど、<laughs> 二人でなんか来年もが受けようねみたいな話をしました。<laughs> そうですか。はい、じゃあもうねぜひあの来年来、はい、皆さん受けましょう。で、ね、わずにあの今年ねあのいい点まずはねあの思ってたよりも点数が伸びてますよ <laughs> うに、ね、ということを願いつ,つ。まだあの合格発表はされていないので。そうですよね、はい。望みは捨ててないです。<laughs> はい。<laughs> <laughs> 来月それを聞いてもいいだろうかどうだろうか <laughs> う、ね、とちょっと思っております。はい、お話でききるようにしてますということでここまで港町芸術祭新水式そして函館検定というお話を伺って安倍さんのライターの活動のお話を一歩も聞いてなかったと思うんですが <laughs>、はい、ライターとしてはここ最近ね盟友、はい、ということで何度も一緒に番組にもご出演くださってます中西さんの「とット同等のこう、ね・ドート」の記事がアップされましたね。はいはい、ありがととううございいますあのドミンゴという北海道のメディアで あのドットドットが 5, 年5周年を迎えるということで今までのこう総括みたいなことをあの記事にしたいということでオファーを受けましてでやっぱ5年間の間すごいいろんなことをやっている人たちなので,でさらに今後の展望みたいなのも含めるとすごいボリュームになってあれ多分記事の文字数で1万字くらいになっているのかなでそれをまずそのドミンゴに書稿としてお渡ししたんですよね。必要な 部分は残して、ちょっとずつ文字数を削って調整みたいなことで進めていこうと思ったんですけど、ドミンゴの方が、あのー、これは残すべき情報ばかりなので、このまま行きましょうということで、うん、あのー、5ページという <laughs> 長きにわたって掲載していただいてですね、えーはい、はい。あの、ちょっと長くて読むの大変な部分もあるかもしれないですけど、本当になんか道南とか、あのー、函館とかそういういろんな地域で活動している人たちにとっても、 あのヒントになったり刺激になるような言葉がたくさんある取材だったのであのぜひ読んでいただけたらなって思います。 いや確かにあの私も何度かね中西さんお目にかかって番組にもご出演いただいておりますが、はい、そっか活動5年かって今改めてびっくりしてるんですけれどもそ,、ね、その5年のうち多分ほぼほぼコロナ禍だったと思うんですけれどもいや内容濃い活動してるなーってねちょっと本当に、うんえー、何だろうか一つねこうあのもちろんそのまんまあのコピーっていうわけではないんですけれども、はい、そのこう地方だったりとかそのこういろいろなところでモデルケースに そんんなな活動もあのたくさんあるなっていうやうっておりましたそね大人の方たちからも読んだよっていう連絡をたくさんいただいて、うんはい、やっぱりなんか刺激になるっていうことでなんかあのここからまたね新しい取り組みとかが生まれていけばいいなっていうふうに僕も思ってますし、うんはい、自分も頑張ろうという。 気持ちになる取材でした。はいはい。堂々、はい、がなんかこうグッとね最近身近に感じるな。<laughs> <laughs> そうですね。うん、いう感じがしますね。さ最近のあの活動とかの中でなんか安倍さんご紹介したいこととかありますか。はい、そうですね。まあ堂々堂の記事とかあとはえっと最近リリースした記事でいうと僕ずっとキリンビールの仕事をやらせていただいてるんですけど、はい、キリンビールのあのオンドメディアも立ち上げたぶん5年前くらいに立ち上げたのかなそれからずっとあの立ち上げの頃 から関わらせていただいてるんですけど、その中で僕、すごい特に好きな企画があって、ですね、はい、あのキリンの温度メディアって言うと、やっぱキリンのなんか PR みたいに思われがちなんですけど、全然なんか商品をそのままどんと PR するっていうよりも、まあ、それがどう作られたとかとか、そういう背景を語ったりするメディアなんですけども、あの一つ、自分も一緒に考えたコンテンツで、あの退職者の人に、うん、 キリンってどういう会社でしたかっていう話を聞きに行くっていうコンテンツをやっていてですねあ。ちょっとそれ興味深いですね。そうなんか面白いんですよ。なんかやっぱ客観的に語ってもらえるからこそ、うん、あのー、結構厳しい意見もあったりとか、うんうん、逆にやっぱり距離があるからこそなんか手放しで褒めれる話があったりとか、なんか退職者の人から見た会社っていうのでもしかするとあのー、会社をよりなんかリアルにこう捉えていく。 くれる人の言葉だったりするのかなっていうふうに思って立ち上げた企画で今回もあのキリンビールを退職して京都水族館の館長をやられてたっていうすごい変わった経歴の方にお話を伺った記事も。はい え先週くらいかな公開になってますので、はい、よかったらぜひ見てきて見ていただければなと思います。そうなんですあの商品のこうの直接的な PR っていうかもうそこになんか関わる人だったりね、うん、なんか思いにこう寄り添ってる記事がね、うん、毎回あの掲載されてますので,です、ね、ぜひあのビールを飲む方も飲まない方も、うん、ぜひあのお読みいただくと興味深いんじゃないかなと思いますい。それこそなんか箱根もこれだけ歴史のある街でいろんな企業があるのでなんかそういうね企業のオンドメディアみたいな、うん、もっとうん。 生まれてきたらあの僕も一読者として楽しい意味だなというふうに思いますね。一読者として関われるかな。阿部 <laughs> さん書いてあもちろんもちろんその書く <laughs> ねオファーみたいないただけたら、ね、あの全力でやらせていただきます。ぜひお聞きの皆さんの中にいらっしゃいましたら、はい、ご一報くださいませ、はい。その立ち上げから含めて全部あのー、相談。 させていただけると思うので、はいはい、さあそして今後のことを考えますともうだんだんねなんか冬でい年末の話題もこちらほら入ってくるような季節になりましたが、はい、今後では何かご、はい、ご予定等々はありますすかそうです、ねまあ、あと年内ももう少しあ,のあちこち札幌とか、えー、東京とか行って取材があったりするのとあとはあのー、取材してきたものを書くという時間も必要なのでそれを取りながら。<laughs> やっていいこううかなという感じです阿部さんがねおかけになったものとか阿部さんどんな活動をしてるのとか今何考えてるのっていうことはね SNS でもたくさん発信してらっしゃいますので是非、はい、ねご覧になっていただきたいなというふうに思います。はい、さあ今月もね大忙しの阿部さんでしたけれども、はい、さあここでねあの曲を聴きながらのお別れとなりまして、はい、何か一曲選曲をお願いし,たしましたところ川辺慎吾さんの曲を挙げてくださいまして、はい、これ今日どうしてですか あのー、先日、あのー、41x46 という演劇ユニットをやってる舘さん、はい、僕すごくお世話になっていて、えー、あの以前わらじそうで僕も演劇をやらせてもらったてたねあの演出とかさし,あのしてくださった方なんですけども、はい、その舘さんが、えー、と落語家の方とミュージシャンの方と一緒に、えー、と彼自身も一人芝居をやるっていう3人のソロの。うん えー、アーティストの人が集まってやる「土産品」というイベントをやられててですね、はい、でそれを見に行ったんですよねであのその時に初めて川辺慎吾さんの曲をライブを見てですねすごいなんか熱くてエネルギッシュでストレートな言葉を使うアーティストの方だなと思ってすごく感動してですねあのー、ファンになって是非、あのー、今回も曲をかけていただこうかなと思って。 リクエストさせていたただきまし「ホームタウン函館」というね函館に関わるアーティストの皆さんの楽曲が1曲ずつ収録されましたアルバムがオムニバスのアルバムが何年か前にリリースされましたが、はい、その中に収録されています田部慎吾さんの「夕焼けになる」という曲をね、はい、じゃあ今日は阿部さんからの一曲ということでお聴きいただいてのお別れとなります。 火曜特集インアンドアウト月の三週目ということでローカルメディアインアンドアウト編集長安倍光平さんとご一緒いたしました安倍さんどうもありがとうございましたありがとうございました <music> See you in the next episode